範疇は食との戦線のようだ。何としても守りきるのだ。僕がかなり戦線を押し上げているので、まず花崗岩で休憩し、守りを固めようか。敵の陣が丸見えじゃない。行くぞ、かくぜ、やっかだな。その首、狙い受ける。いざ、なんなく攻める。なんという武勇、成功だ。敵将、討ち取った。気合だ。ジジイが妙に張り切ってやがんな。こりゃちとまずい。なんなく攻める。このままじゃ花崗岩の大将が危ねえ。わしが行って手出してやりゃ。ものだね。見ているだけで楽しくなってくる。なんなく攻め。なんという武勇。成功だ。よっと、見せつけてくれますな。その策、受けていただこう。私は知略にも長けているのだ。なんなく攻めろ。助け立ちくださるか。お見事、見せつけてくれますな。お見事、見せつけてくれますな。助かった。本当に、一度引き体勢を立て直しましょう。全軍帝軍山より撤退してください。この撤退、どうも裏がありそうだね。将を倒さなくてはね。この砦は誰にも抜かせん。お前たちはこの長子竜が止める。覚悟決めろよな。確保だ。
りすぎたか。ここは引くよりしゃあねえな。今こそ職を完膚なきまでに叩く。戦線を押し上げ敵を追い込むのだ。ものだね。見ているだけで楽しくなってくる。待っていたぞ。さあ、好きなだけ岩をくれてやるよ。愛より岩を落とされては進軍できない。先へ進むには彼を倒さなくてはダメかな。馬防器健在。曹操の首、この俺がもらい受ける。イヤッホー、敵の本体まで一気に駆け抜けるよ。力の限り攻め立てる。なりふり構わぬ。放っておくのは危険かもしれない。貴様一人か。その弾力は認めよう。一人でよく来たよ。でも友達いないって悲しいよね。成功だ。気合だ。なんて壮麗な戦ぶり。よく来たな。ここから反撃するぞ。よくやった。その働き覚えておくれ。気合だ。突撃だ。の力、私の計算を超えていましたか。仕方ありません。ここは引きましょう。この勝利、各家の英知あってこそよ。今宵はあやつのために酒宴を催さねばな。